はい、基本一人です。いつもありがとうございます。前回の続きの動画となります。前回はね、お寿司を食べましたけども、お寿司を食べた後はお昼寝ですね。そしておやつタイムです。よいしょ。よいしょ。もうちょいこっち来て。もうちょいこっち。もうちょいこっち。もうちょいこっち、もうちょいしげちゃん、もうしげちゃん、こっち来て、もうちょい後ろ。まあいいわ。はいはい。頭下げな、頭下げて。なあ、はい、お待ち遠さまね。お待ち遠さま。よし、はい、もうこうかね、お母さん。うん、よいしょ、よいしょ。じゃあここ座ってくれる？ここ、うん、はい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 。よいしょ。お茶新しくするけじゃ。うん、お茶、お茶ね、お茶をいただきます。これさっきね、お母さんとかしげちゃん寝てる間に紅茶飲んじゃったっていらないわ。うん、お茶はいらない。はい、ちょっと待ってよ、持ってくるでね。やっちゃんところによく買うね、うん、菓子パンがあるわ。大きい、うん、こういうちょっと甘いもんでね、うん、甘すぎちゃってお母さんは好きじゃないかもしれんけど、しげちゃんは好きだと思う。うん、渦巻きデニッシュね、うん、こういうのは持ってきてくれるもんで、ま、待ってるだろう。これやっちゃん一回で食べちゃうね、これ。一回で食べちゃう、うん、やっちゃんはね、うん、よいしょ。このまま食べれいら、さじいらないで、うん、いや、ね、はい、甘いら、うん、ちょっと手がベタベタするね、うん、うん、これしげちゃんにもう一個やっちゃっていい？お母さんちょっと食べる？うん、いい、いいよ。おいしい、その感じ。おいしいっていう顔してる。うん、おいしいけ？おいしい。おいしいっていう顔してる。4分の1にしてあのぐらいでもちょうどいいぐらいだね。これ1個食べるとなかなかお腹が膨れるね、うん、なんか落ちたな今。落ちてるのとかしたな。
作った？ちょっとだけ。このお菓子が食べにくいよ。食べにくい？うん。歯が悪いもんで。なんでだか知らんけど。美味しいには美味しいけど食べにくい。噛んでも噛んでもって感じ？噛んでもなめんでもいいよ。なめんでもいいよ。別のあげるで。ね。別のあげます。ああ、そうか、何や。これ、ポテトチップス。これ、どうですか？プリンは帰るときね、帰るときに、プリンあるけどね、うん、帰るときに。プリン。プリンいいね、だけど。プリン、あとで、あとでね。この方がいいら、甘いものの連続より。しげちゃんが好きだな、これ。しげちゃんとやっちゃんが。お母さんあんま好きじゃないら。ポテトチップス。あんまり食べないけど、食べるよって思う。簡単に分からない。なかなか分かんない。これやっちゃん大好きなやつ、うんね、おっさんに多い。さすがに年寄りばっか集まるデイサービスでこういうの来ない、うん、出てこんだ。何何で？あ、そういやね、うん、柿がね、うん、2、30個なってるだよ、うん、取らにゃかん、そろそろ、うん、早く取らないと。鳥に食べられちゃう。でも俺んかき食べないもんでね。お母さんも食べないな、あんまり。食べない。じゃあかきの人が待っててや。結局は誰かにあげることになるんだけど。よこせ。死んだおじいさんの柿好きだもんで、柿の木植えただね、きっとね。バンバンにだから、ね、終わり。最近こういうお菓子も値段が上がって、100円ぐらいだと大して入ってない。100円のお菓子に大して入ってない。終わりだね、ひなちゃん。お菓子おしまいです。次のお菓子の時間までね、お楽しみに。しげちゃんはお菓子食べるために生まれてきただな。おいしいもの食べるために。子供の頃別に、あ、だから食欲は変わらんだ、俺としげちゃんは別に、うん、変わらない。特別小さい頃はたくさん食べたってことないよね。俺だってたくさん食べたで。
ごちそうさん。ごちそうさん。うん、行っちゃう。ごちそうさんって言ったら行っちゃう。はいはい。おしっこも耐えた？うん。しげちゃん、珍しく、障子を開けて窓の外見てた、今。ああ、そう？うん。久しぶりに帰ってきたなぁ、っていう顔してたんだ。久しぶりに。お母さん、疲れちゃったっけ？疲れちゃった？トイレ行きたい。あ、トイレ行きたい？じゃあ、行ってごらんやからね。いいよ、もういいよ。よいしょ。俺はね、もうコーヒー飲んだ、ね。さっきコーヒー飲んだ。みんなが寝てるときに。プリンです。お母さんの大好きなプリン、しげちゃんの大好きなプリン。いただきます。どうしたの？やるな、自分で。自分で剥いてみ。ね、剥けるじゃんね。やっぱりプリンはプリンね、しげちゃん、プリンはプリンだよ。これお母さんはそんな好きじゃないと思うな、チョコ。これしげちゃんにあげるでね、後で後で。プリン3つしかないで、1つ残しとくじゃん。で、もう1個しげちゃんにあげる、ね。ベトナムのチョコパイ。どういうのだか知りたいな。食べたい。多分、お母さん、味見てもそんなに。あ、混ぜようか。ああ。はい。それはいいら、食べんでも、うん、お母さんは、はい、しげちゃん、こっちのは興味津々みたいで、うん、じゃあくれるね。これ、ベトナムのチョコパイ食べには納得しんでな、しげちゃんも。お母さんも。はい、食べてみな。一回で食べちゃういかんに？おいしい。チョコについてるこれ。糖尿の人は絶対食べない方がいいお菓子だね、これ。本当は。なんだっけ、うん、糖尿の人は絶対食べれん、食べたかないお菓子だね。そう。私も糖尿じゃない。糖尿超えちゃったら。シーザンプリン、食べたかないみたいだね。
これ食べてるもんね。これなんだいなと思って。やはり自分で食べる。こっちよりこっちの方がいいで、いい認識決まってるだもん。おしら、おしらって言ったら、向こう向いちゃった。向こう向いちゃう。お茶ある？しげちゃん。しげちゃんお茶ある。お茶もうちょっと欲しい？うん、もうちょっと。さあ、しげちゃん帰るか。ね。お風呂入れてくれるで。いつもの人。ベテランのしげちゃんのことよく知ってるベテランの人を待ってるよ。2年ぐらいお世話してくれてるベテランの人が待ってるで、ね、名前はちょっとあの聞いてないで忘れちゃったけど、よく見る人。うん、でっかい音出したらドーンってやっちゃかんよって言ってもやるね、うん、ドーンってグループホームでやるのにドーンってやってるの、うん、みんなびっくりするじゃん、うんうん、俺がいるぞっていう顔してドーンってやるなら、うん、分からんけど、ここでお別れでいい、うん、はいはい、玄関行く、玄関、じゃあ行ってきますね、はい、しげちゃん元気ですか。今日はリアクションが少なかったね。機嫌が悪いわけじゃないだよね。気分ですね。はい、3時半ですね。しげちゃんを、グループホームに、送り届けたいと思います。今日はね、病院に行って、お薬をもらってですね、お寿司を食べましたね。そしてね、菓子パンみたいなケーキとかね、いろんなもの、食べましたね。お菓子も食べました。母親もね、やっぱり2週間に1回ぐらいはね、しげちゃんに会いたいみたいでね、今日は、よかったみたいですね。ということで、最後まで見ていただきましてありがとうございました。基本一人でした。